にちは、ハンドメイド作家のルピナスです。今回は100均で作る大理石アートの作り方をご紹介したいと思います。こちらはフル動画でご視聴いただけます。それではどうぞ。モールドの詳しい作り方は概要欄ファンティストよりご視聴いただけます。ぜひそちらも参考にしてください。今回はヘキサゴン型で作っていきます。グレーとホワイトのジェルをパレットで混ぜ合わせます。混ぜ合わせたジェルはランダムにトントントンと塗布していきます。今度はミルキーベージュで空いているスペースにぽってりと塗布してなじませていきます。グレーに少しだけ重ねてニュアンスを作っていきます。奥行きとカラーを強く出したいのでミルキーベージュを重ねていきます。今回は下地のミルキーから少しはみ出しながらなじませていきます。ピンクを前面に出したいので少し大きく範囲を広げていきます。太めのぷっくりとした大理石アートを描いていきます。硬化が終わったらミラーパウダーでこすっていきます。パウダーが飛び散らないようにアイシングジェルでもう一度上から重ね塗りをしていきます。周りに飛び散ってしまったパウダーはアセトンや除光液を綿棒に湿らせて優しく拭き取っておきます。最後にレジン液でコーティングを行います。はい、完成しました。厚みが足りなかったり表面がベタベタとする場合は再度コーティングと硬化を行ってください。金具の付け方は概要欄ファンティストよりご視聴いただけます。
ぜひそちらも参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムもしているので、ぜひそちらも遊びに来てください。